敵のいない戦場で味方同士が睨み合っている。呂蒙のもとに衝撃的な報告が飛び込んできた。模擬戦でも手合わせでもない尋常ならざる事態と推察した呂蒙はネネや趙俊華と共に戦場へ向かった。やはり模擬戦ではないようだな。奴らは本気で戦っている。資源も市場もいるようね。こんな時にどういうつもりかしら。私の教育がなっていなかったわ。三成たちも戦ってるみたいだよ。もうあの子たち一体何を考えてるの。とにかく味方同士消耗するのは得策ではない。急いで止めなくては。仲間なのに喧嘩なんて悪い子たちだね。みんなまとめてお説教だよ。味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿に事情を聞きたいんだけれど、どちらも本陣にこもっているようよ。まるで駄々をこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方気をつけて進まれよ。呂蒙もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。砲術を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも砲術で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。ほら正則、何やってんの。なあ、女だろうがてっぺん譲らねえし、正々堂々ガチの大満勝負だぜ。打ち取りましてございます。正則、どうしたの。あなたは喧嘩っ早いけどいい子でしょ。トネネさん、すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。ほら左近、物騒なものはしまいなさい。仲間なんだから戦っちゃダメでしょ。おせっかいな人だね。邪魔するなら容赦はしませんよ。お許しください。方を変えるか。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。サコン、しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょう。いや、全く。なんで俺はおねね様と。少し頭を増やしてきます。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになるな。鉄を打ち取ったか。母上、これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいです。シゲ、今すぐやめなさい。母の言うことが聞けないの。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっと問題発言だよ。即刻お仕置きだね。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。まだ間が暴れ足りねえな。そこの無才をさを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。はい、はい、
資源。冷酷な母でごめんなさいね。それ今はどんな気分かしら。どうかお許しを。お叱りは後で受けますよ。打ち取る。失礼。素直に止めてくれる分まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。今さ、どうしちゃったの。私に手をあげるなんて悲しいよ。俺が、お姉さん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。忘れたか、カンネ。この暴れっぷり、手がつけられぬ。法外殿もしっかりしてください。やはり何かがおかしい。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この宗師カンネ、全て潰してやろう。すべて潰すだと。宗妃は確かに冷酷だが、罪人の仲間に対してあんな物言いをするか。敵将、王外殿、正気を取り戻されたようですな。わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことまでは覚えているが。こうなれば打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。勇武にしては妙に攻撃的だ。この戦、ご無駄に何かありそうだな。しっかりしろ、カンネ。いくらお前でも敵味方の武者つくだろう。おっさん、俺、何してるんだ。なんで、あんたに切れてたんだ。こら、ソーヒー、三成と一緒にいたずらしちゃダメでしょう。うるさい女、打ち取り。今すぐ我が前にひれ伏させてやる。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を総統し、我らの余力を見せつけよ。いざ。これも流れだ。運命の矢ではなかったか。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。相手にとって不足なす。止められなかったか。俺の負けだ。俺の腕見せてやる。神田平八郎を戦わず押して参る。戦は知略でするものぞ。思い知るがよい。仕方がない。さらば。どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。
時にこそ抱きすべきものなり。ごめん。あなたの仲間に任せろ。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。この龍玄徳の邪魔はさせん。神の世のため全ての敵を打ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。僭越ながら対応をなさねばございます。まだまだ、ここは逃げるのみだ。この戦場には手入るとは、なんと強引で傲慢な女子か。家康、聞き捨てならないよ。ねねにこれお仕置きだよ。正気に戻ったようね。あなた、ねね殿に随分ひどいことを言ったわ。なんと、いたたたた、いや、急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいまして。困ったわ。皆正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。あなたは真の三国無双。いいわね。そんな格好でうろうろするな、バカ。死にたいのか。ほら、三成、口も態度も悪い子は折檻だよ。何をご了承。申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。三成、どうしてこんなことになったの？我らはただ、妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔たちは、どこです？この霧が出ると同時に姿を消したのです。ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよ。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。いやあ、我が策を見破ったか。ならば大いに我が愛自ら相手をしてやる。敵を撃ち取る。黒幕が出てきたか。奴を撃ち取り、この騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。あの霧が原因であった。霧が晴れた途端、全てを思い出したぜ。
他人にいいように働かされるなんて。承りました。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。てめえのせいで俺はおっさんに刃を。この落とし前きっちりつけてもらうぜ。うちと、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。ヨモが危ないみたい。助けてあげなきゃ。俺と遊んでくれんのかい。こたびはお互いひどい目に遭いました。打ち取ったわ。二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね。少なくともこの世界に。母、申し訳ありませんでした。そのまだお怒りが。何を怖がっているの。操られていたんだもの。仕方がないでしょ。そう、その笑顔、対峙すると本当に怖い。あ、いや、なんでもないです。所詮人間は我が君。よう思い知らせてやったまで。こら、清盛、そんなひねくれた子は大折檻だよ。同士討ちを狙ったというわけか。その狡猾な策ごと打ち払ってくれる。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげるわね。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲たがいでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく本当の喧嘩じゃなくてよかったよ。これからもみんな仲良くね。おねね様、お言葉ですが、こたびの件は清盛に操られてのこと。仲間同士争うなどバカでなければしません。おい、こら三つ鶴、今バカってとこで俺の方見たろ。バカって言う方がバカなんだよ、バカ。いい加減にしろ二人とも。おねね様がすごい顔で見てるぞ。ねね殿の教育とても参考になったわ。のびのびと育てるのもいいことだけど、時には厳しくしつけるのが大事ね。資源と市場にもやってみようかしら。効き目があるといいのだけれど。母は強しだな。いいじゃない。いやー、面白い修行だった。ま、修行と言いつつほとんど飲んでたんだがな。